将来の夢？ここでそういうこと聞く？まあ、可愛いお嫁さんとでも言っておこうかしら。何よ、その驚いた顔。ここから見る夜景、気に入ったでしょ？私じゃなくて夜景の方を見なさいよ。ほら、早く、あっち見て。ねえ、私からの提案。偽の恋人関係は終わったけど、今度は罰ゲームじゃなく、その新たな関係を私とまた始めてみるつもりはない？はあ、クリスマスだし少しは塩らしくしようと思ってたのに、結局いつもと同じね。でもあなたの前で無理をする必要はないか。